玉木さんをお迎えして最初に書くテーマ、やっぱり、加計学園問題だろうと思うんですが、はい、まずは簡単にご説明しますと、問題端を発したのは先月17日、朝日新聞長官が報じた、総理のご意向文書。それですか？そっからですか？もっと古いだろう。もう、もっと前から週刊誌で、なんか、森友と並行してて出てたよな、加計って。加計幸太郎理事長と総理とのそのお友達的な関係については、こういろんなところでね。で、それでこう、今治市の、例の特区というのが総理の意向じゃないかみたいなのがあったんですけれども、その決定的と言われる文書が出てきたのがこの17日、朝日新聞長官の総理のご意向文書と。で、玉木さんも同じタイミングに近いところですでに同じ文書を入手されていた。で、その日のうちに国会でも質問をされたということで、で今週になって文科省が再調査の結果を公表、文書が存在したことも分かっております。で一方、昨日内閣府でも調査結果が発表されまして、山本地方創生担当大臣は内閣府が官邸の最高レベルが言っているなどと伝えた認識はなく、総理からもそうした指示などはなかったと説明をしました。内閣府だけどさ、これ横で聞いててもさ、はいはい、なんか話がごちゃごちゃしてて頭の中に、うん、まあすいません言葉入ってくる、複雑ですね。つまり一番の論点はどこ、まあその総理のご意向部分ってことになりますか、じゃあ聞いてみよう。内閣はそこを否定してるわけですけれども、これ一体どういうことになるわけですか。これ一体どういうことって、その質問の仕方あるかそれ。乗っけとしてはこれ俺。いや、そう思われるのもね、私一般の方はそうかなと思いますね。先ほどおっしゃったように、この問題は実はそのちょうど1ヶ月前ですよね、5月17日。ここから、まあ、非常に、まあ、ある種、こう、メディアも含めて取り上げられるようになったんですが、はい、その前からですね、やっぱりこの問題ずっと、こう、ちょこちょこ、まあ、メディア、うん、あるいは、まあ、我々もですね、各委員会で同僚議員が取り上げていました。はい、で、その5月17日が決定的だったのは、その日の朝、朝日新聞がですね、うん、こんなのがあると言って報じたのがやっぱ大きかったのと、これ実は今だから申し上げますが、私たまたまですね、同じ日に、衆議院の文部科学委員会で質問することになっていて、はい、でこのことをまあ朝の朝刊に出たので取り上げたんですね、うん、でまあ中にはこうネットなんかでもですね、玉木が事前にメディアに撒いてですね、うん、でその翌日やらせ質問みたいにしたって言われたんですが、実はこれ私が入手したんではなくて、ちょっと前から同僚議員がもう持っていて、まあ、ちなみにそれは朝日新聞じゃないルートから入手してたんですけども、まあ、朝出たんでね、ちょっと見せてくんないって言って、その質問するどうでしょう、席に着く2分前ぐらいまで必死に読み込んで、階段の上がり下がりの中で、それで席について、委員長で質問を始めたのが実態なんですね。だからまあ、あんまりこう、これヒットをさせようとかそういう意識でやったもんではなくて、またまたま同じ日に重なったっていうのが、正直なところなんですが、あんまりね、だからその文書の真偽がどうこうというよりも、本質でずっと、問題だなと思ってたのは、特区ってずっとね、これ福田政権の時から民主党政権を経てですね、第二次安倍政権までずっとこの構造改革特区っていう仕組みの中では要求してたんですね、はい、で私実は役人時代に内閣府に出向して、こう特区担当大臣の秘書官みたいなことやってたんですよ。で構造改革特区制度は今だから同僚議員でいる茨城の福島信之と神奈川の後藤雄一、はい、2人とも経産省ですけど、まあある種我々でね、その法案書いたみたいなところがあって、だからその作ってきた経緯も全部知ってるんですが、学校はねやっぱりなかなか難しかった。でずっとできなかったんですね。特区っていう、まあ、そもそもね、はい、国会議員の皆さんや政治家の皆さんは、はい、多分特区とかね、はい、何のためにあるかっていうのは感覚的に分かってると思うんですが、はいはい、我々レベルだと基本的に特区でできること、うん、つまり国の一部でできることが、うん、そこでやるんだったら全部でやれよと、なんでそんな制度がいるんだっていう、そもそも論、おっしゃる通りなんです。いや違うんです、疑問があるんだけど、うんはい、だけどそれなんでそうなってるかっていうと、これはもう飯田君もよく知ってるけども、省庁縦割りで各省庁は縄張りがすごく大きいので、はい、これ突き崩そうと思ったら、まあ、一般法の上に特別法を作るような感じで、ね、法律の大原則で特別法は一般法に優先するっていう 大原則がありますよね、はい、だけど一般法っていう、まあ、いわゆる省庁の縦割りで今までやってきたことだと何も変わらないと。じゃあそれを飛び越える特別法みたいなもので、省庁が持ってる権力よりも上のものを作らなきゃいけない、うん、ところが最初にできた今おっしゃってるやつは、それぞれの省庁から人間が出てくるわけだから、そこで話し合いをするとそれぞれの省庁の人間が自分のところの縄張りの主張をするもんだから、結局何も決まらないと、うん、何のためにやってんだって話になって、今の安倍政権になってからもう一つ違反上がる形 で、はい、でいわゆるその各省庁からの出向組にそんなに大きな力を持たさない形で、まあ、一般法の上に特別法を作ろうじゃないかっていうふうな理解なんですけど、
ちょっと違うなと思うのはですね、うん、あの特区って日本に今3つあるんですよ。これもあんま知られない、うん、特区ってのは特別区域なので、その本当は規制は緩和するにしても導入するにしても、日本は小さな国ですからね、全国一律で入れるならいいし、やめるならやめるってしたらいいんだけど、うん、まあおっしゃるとなかなか抵抗も多いので、まあちょっと地域限定してですね、実験的にそこでやってみて、特段問題なければ全国展開したらいいじゃないの、というふうに始めたのが特区制度なんですよ。うん、で、構造改革特区の中で、この今治の県はですね、はい、15回、うん、やりたいと言って、その福田内閣以降出ていて、その15回のうち5回は実は第二次安倍政権になってからなんです。うん、第2次安倍政権になってからも構造改革特区の仕組みの中ではなかなかやっぱりできなかったということだと思うんですね。で、ただそのよくわからないのは、その構造改革特区も実はその認定はですね、内閣総理大臣が認定するということになっていて、これは構造改革特区法の第4条9項に明確に書いてあるんです。総理がガーンとですね、トップダウンで、まあ、ある種決めていくっていうのは、構造改革特区も実は同じなんですけど、うん、ただ今回の第二次安倍政権になってできた国家戦略特区はですね、その間のプロセスがですね、はい、かなりこう、吹っ飛んでしまうというかですね、例えば、うん、今回だと今治分科会っていうところでまず最初のこう案を練って、それを区域会議に上げて最終的にですね、まあ、前大臣がメンバーの国家戦略特区諮問会議と。いうところで決めていくんですが、はい、その結局最初の原案がそのまま上がっていくんですが、その原案を決めるときにですね、うん、賛成の人だけを入れて決めるって仕組みになった。で、例えば農水省とか文科省も、あの入るは入るんですけど、オブザーバー資格で入るので、まあ、ある意味その反対意見をこう抑えながらぐっと上がっていく。そうなんだ。だから逆に言うと前のトップだと、うん、その各省庁から上がってくる人間が反対って言ったらもう何も決まんないと。それも何も決まんないのはトップの意味がないわけで。で、そもそもまあ、獣医学部を認定するかどうかっていうのは、その地域限定でやりましょうって話じゃないからね。だから本来はそれ認めるんだったら、うん、ね、加計学園で、そこの学校卒業した人間は、それこそ昔、自治医大を作った時に、うん、はい、そこの卒業生は、そこの地方自治体に基本的には働けっていう、うん、まあ、縛りをかけてっていう、トップってそういう、多分そういうもんだと思うんだけど、獣医学部を認可するかしないかっていう話は、本来トップでやるような話じゃない。そうですね。ね。で、本来ね、民進党がっていうか、日本の仕組みでおかしいって、っていうんで追求していくんだったら、これを特区でやること自体がおかしいだろうと、うん、でそもそも賭けだけじゃなくて、両方共産がやりたいって言ってるのに両方やらせるよ、なんで一つだけなんだっていうのがツッコミなのに、今これ明らかに朝日新聞、毎日新聞も民進党 もう進んでる方向性はいいじゃないかと、もういらないんだとね、10人なんか足りてるんだと、もう900数十人毎年出てまいりゃいいじゃないかっていう、基本的にそうなっちゃうと、これ要するに規制っていうか既得権益の代表者しか見えなくなっちゃう。それがね、ちょっとまあ、実は私はずっと今辛坊さんが言った視点でずっと質問してきた、うん、つまりそのポイントは2015年6月30日に特区で認めていいよと、今回の国家戦略特区ですね、はい、第二次安倍政権でできた、で認めてもいいけれども4つの要件を満たしたものを認めますというふうに閣議決定したんです。これ、まあ、よく我々石破4条件と呼んでいて、うん、前の石破担当大臣が決めたんですね。それはまあいろいろ需給の話はずっとあったけど、ただ新しい分野、つまり、創薬、薬を作ったりですね、ライフサイエンスの分野のような、その新しい分野のカリキュラム で、具体的な需要が確認されてね、で、既存の大学ではできませんよ、というようなですね、まあ、4つの要件が満たされた時にはですね、OK と。いうことも決まったんです。で、ポイントはですね、これ、加計学園に認めたことではなくて、はい、多分私はね、両方ともプロポーザル読みましたけど、京都産業大学の方がね、少なくとも私見たら優れてますよ、これ。入手されていた。で、その日のうちに国会でも質問をされたということで、で、今週になって文科省が再調査の結果を公表、文書が存在したことも分かっております。で、一方、昨日内閣府でも調査結果が発表されまして、山本地方創生担当大臣は内閣府が官邸の最高レベルが言っているなどと伝えた認識はなく、総理からもそうした指示などはなかったと説明をしました。内閣府だけどさ、これ横で聞いててもさ、はいはい、なんか話がごちゃごちゃしてて頭の中に、うん、まあ、すいません、言葉入ってくる、うん、複雑ですね。つまり一番の論点はどこ、まあ、その総理のご意向部分ってことになりますか、ね、じゃあ聞いてみよう。内閣はそこを否定してるわけですけれども、これ一体どういうことになるわけですか、これ一体どういうことって、その質問の仕方あるか、それ。乗っけた人はこれ、俺。いや、そう思われるのもね、私、一般の方はそうかなと思いますね。先ほどおっしゃったように、この問題は実は、
ちょうど1ヶ月前ですよね、5月17日。ここから、まあ、非常に、まあ、ある種、こう、メディアも含めて取り上げられるようになったんですが、はい、その前からですね、やっぱりこの問題ずっとこう、ちょこちょこ、まあ、メディア、うん、あるいはまあ、我々もですね、各委員会で同僚議員が取り上げていました。はい、で、その5月17日が決定的だったのは、その日の朝、朝日新聞がですね、うん、こんなのがあると言って報じたのがやっぱ大きかったのと、これ実は、今だから申し上げますが、私たまたまですね、同じ日に、衆議院の文部科学委員会で質問することになっていて、はい、で、このことをまあ、朝の朝刊に出たので取り上げたんですね。うん、で、まあ、中にはこうネットなんかでもですね、玉木が事前にメディアに巻いてですね、うん、で、その翌日やらせ質問みたいにしたって言われたんですが、実はこれ私が入手したんではなくて、ちょっと前から同僚議員がもう持っていて、うん、まあ、ちなみにそれは朝日新聞じゃないルートから、入手してたんですけども、まあ、朝出たんでね、ちょっと見せてくんないって言って、その質問する、どうでしょう、席に着く2分前ぐらいまで必死に読み込んで、階段の上がり下がりの中で、それで席について、委員長、で質問を始めたのが実態なんですね。だからまあ、あんまりこう、これヒットをさせようとか、そういう意識でやったもんではなくて、まあ、たまたま同じ日に重なったっていうのが、正直なところなんですが、あんまりね、だからその文書の真偽がどうこうというよりも、本質でずっと、問題だなと思ってたのは、トックってずっとね、これ福田政権の時から、民主党政権を経てですね、第2次安倍政権までずっとこの構造改革特区っていう仕組みの中では要求してたんですね。はい。で、私実は役人時代に内閣府に出向して、こうトック担当大臣の秘書官みたいなことやってたんですよ。おー。で、構造改革特区制度は、今だから同僚議員でいる茨城の福島信之と神奈川の後藤祐一、二人とも経産省ですけど、はい、まあ、ある種我々でね、その法案書いたみたいなところがあって、うん、だからその作ってきた経緯も全部知ってるんですが、学校はね、やっぱりなかなか、実は役人時代に内閣府に出向して、こうトーク担当大臣の秘書官みたいなことやってたんですよ。で、構造改革特区制度は、今だから同僚議員でいる茨城の福島信之と神奈川の後藤祐一、二人とも経産省ですけど、はい、まあ、ある種我々でね、その法案書いたみたいなところがあって、うん、だからその作ってきた経緯も全部知ってるんですが、学校はね、やっぱりなかなか難しかった。で、ずっとできなかったんですね。特区っていう、まあ、そもそもね、はい、国会議員の皆さんや政治家の皆さんは、はい、多分特区とかね、はい、何のためにあるかっていうのは感覚的に分かってると思うんですが、はい、我々レベルだと、基本的に特区でできること、うん、つまり国の一部でできることが、もうそこでやるんだったら全部でやれよと。なんでそんな制度がいるんだっていう、そもそも論の。おっしゃる通りなんです。いや、違う疑問があるんだけど、うん、だけどそれなんでそうなってるかっていうと、これはもう飯田君もよく知ってるけども、省庁縦割りで、各省庁は縄張りがすごく大きいので、はい、これ突き崩そうと思ったら、まあ、一般法の上に特別法を作るような感じで、ね、法律の大原則で特別法は一般法に優先するっていう 大原則がありますよね、はい、だけど一般法っていう、まあ、いわゆる省庁の縦割りで今までやってきたことだと何も変わらないと。じゃあそれを飛び越える特別法みたいなもので省庁が持ってる権力よりも上のものを作らなきゃいけない、うん、ところが最初にできた今おっしゃってるやつはそれぞれの省庁から人間が出てくるわけだからそこで話し合いをするとそれぞれの省庁の人間が自分のところの縄張りの主張をするもんだから結局何も決まんないと、うん、何のためにやってんだって話になって今の安倍政権になってからもう一つ違反上がる形 で、はい、でいわゆるその各省庁からの出向組にそんなに大きな力を持たさない形で、まあ、一般法の上に特別法を作ろうじゃないかっていうふうな理解なんですけどちょっと違うなと思うのはですね、うん、特区って日本に今3つあるんですよこれもあんま知られない、うん、特区ってのは特別区域なのでその本当は規制は緩和するにしても導入するにしても日本は小さな国ですからね、全国一律で入れるならいいし、やめるならやめるってしたらいいんだけど、うん、まあおっしゃるとなかなか抵抗も多いので、まあちょっと地域限定してですね、実験的にそこでやってみて、特段問題なければ全国展開したらいいじゃないの、というふうに始めたのが特区制度なんですよ。うん、で、構造改革特区の中で、この今治の県はですね、はい、15回、うん、やりたいと言って、その福田内閣以降出ていて、その15回のうち5回は実は第二次安倍政権になってからなんです。うん第二次安倍政権になってからも構造改革特区の仕組みの中ではなかなかやっぱりできなかったということだと思うんですね。で、ただ、そのよくわからないのは、その構造改革特区も実はその認定はですね、内閣総理大臣が認定するということになっていて、これは構造改革特区法の第4条9項に明確に書いてあるんです。総理がガーンとですね、トップダウンで、まあある種決めていくっていうのは、構造改革特区も実は同じなんですけど、うん、ただ今回の
第二次安倍政権になってできた国家戦略特区はですね、その間のプロセスがですね、かなりこう、吹っ飛んでしまうというかですね、例えば、今回だと今治文化会というところでまず最初のこう案を練って、それを区域会議に上げて最終的にですね、まあ、前大臣が、